の中でですね、今回取り上げていますのが、一つは希少糖です。非常に端的に言えばですね、お砂糖ですけど、それを取り続けると12週間で 1.8 キロ痩せるというですね、ちゃんと本当に実験データが出ておりまして、希少糖を使った料理、それから夏野菜ですね、ミトヨナスといってナスとかいろんな香川の夏野菜を使った料理を本当に美味しいものに仕上がっていると思います。それでは続きまして、丸の内ホテル総料理長山口仁八郎さんより本日のメニューについてご説明いただきたいと思います。まず1点目はミトヨナスの部位料理でございます。そして2つ目がサニキの夢2009をですね、100% 使いましたパスタ、定置パスタを用意しました。パスタの中にモロヘイヤ、瀬戸内のモロヘイヤをですね、練り込んだ、桃と、サニキのトマトを使った冷製パスタを用意しました。こちらはですね、同じくサニキの夢2009を使って、焼きましたパンとですね、ぜひ一緒に召し上がってください。そしてもう一つはですね、本日は希少糖のお話がありまして、希少糖を使いましたブランマンジェを皆様にもご試食していただこうと思っております。見るもの見るもの次々とバーッとくるんですよね。うどん県、それだけじゃない香川県。こんにちは、違いに分かる男、花見純です。よろしくお願いします。宮本アオンです。教えていただけますでしょうか。さっきも少しなんですけども、実はでもコンピラ様から、あの時期から例えば若冲さんから、まあその名だたる当時の芸術家たちというか、まあ、画家たちが作品を残していたり、それからまた、伊佐野口さんを招いたりとか、そこに、まあ、丹下健三さんの建物もそうだし、町そのものもそうだし、そこにいろいろな作品が時代を超えて残されているんですよね。そして今は新たな島々にまた現代アートのものが膨らんでいったり、ですから時代を超えて、そして国を超えて、いろいろなものがそこに溜まっているというのがあって、ブランマンジェの方をお召し上がりいただきたいと思います。これ、この甘さは優しい甘さですね。あの希少糖ってなんかすごくまろやかに混じるんですね。もっと強い甘みかと思ったら、これはお料理に使いやすいなと